吉田さん、堀江さんの話続きますね。じゃあ前回言わなかったんですけども、私が吉田さんの立場だったらどういうふうに切り替えしたかっていうのをちょっと今日はお話ししようかと思います。まあ、普通パターンほどあるんですよ。まあ、一つはですね、堀江さんにそんなこと意味あるのって聞かれたら同調しますね。そうなんですよ。この質問、私も意味がないと思うんですけども、でもね、私は実はね、インスタグラムをやっていて、そこのフォロワーさんが 堀江さんに会うんだよって言ったらアンケート取ったらねこの質問してくれっていうのがなんと1000人中78%だったんですよだから代わりに聞こうかなと思ってここで聞いたんです私は意味ないと思うんですけどもフォロワーさんに答える義務があるかなと思って聞いてみたんですけどもそうですよね意味がないって答えておきますっていうふうにするのが一つかなと思いますよねでもう一つはねこういうふうに答えようかなと思いますはい 多分堀江さんにとっては意味がないかもしれませんけども私はこの質問をしていろんな答えを集めてるんですと例えば前回は高橋がなりさんがこういうふうに答えてくださったんでなるほどと思ったんですよねで改めて聞きたいんですけども堀江さんはどんな感じですかねって聞いと多分堀江さんは負けず嫌いなんで高橋がなりさんが答えた以上の答えを答えようとしてねうーんそうだねっていうふうに答えてくると思うんですよ多分そういうふうに堀江さんってねガツンとくるんですけども バカンド返すっていうことにはあんまり慣れてないんですよね。だから、その同じレベルに立ってみたらどうかなと思いますよね。堀江さんがね、なんか意味あんのなんか意味あんのって詰め寄ると思うんですよ。そこで、いや、僕は意味ないと思うんですけどね。ぶっちゃけ。こういう人たちがいるんで、僕もまあ、少なからず影響力あるんで、答えていかないといけないかなと思ったんですけども、堀江さん答えたくないって言うんだったらいいです。そういうふうにフォロワーさんに通知しときます。っていうのがあるかなと思うんですよ。 うん、前回ねこれを言おうかと思ったんですけどもまあ私のなんかね私があの堀,江堀江さんとそういうふうな立場になったらどうするみたいなことでね、うん、想像したんですけどもやっぱりね私がその現場にいたわけじゃないんで、うん、まさに吉谷さんが「久保さんだったらどう,どういうふうに切り返してました?」って聞かれても「そんなこと聞いて意味あんの?」俺そこにいなかったし」みたいな。 そもそもそこにいたの吉田さんだし、<laughs> 塩太陽みたいになっちゃったら面白いですね。でね、今回こういうふうな私がね、二つ、ツーパターンの答えをね、多分しただろうなーっていうふうにお話したのには、まあ、深い深い大前提があるんですよ。それはもうね、10年近く前のことなんですね。私がまだ当時は広島市内平和公園のそばに住んでいました。で、平和公園によく、まあ、散歩に出かけていたんですよね。 で、ベンチに座って、じとーっと観光客を眺めていたんですよ。そうすると、一人の30代ぐらいのね、若いアメリカの青年が来ました。英語を喋ってました。もしかしたらオーストラリア人かもしれませんけども、おそらくアメリカ人でしょう。ものすごくね、神妙な面持ちで、手にノートを持ってましたね。えそして、 歩いていくと平和公園のあの喧嘩台こうやってゾームがありますよね喧嘩台の前にねピッと直立を出たって頭を下げてその後深々と祈りを捧げていたんですよその祈りが結構長くて1分2分ずっとそのままビタッて動かなかったんですよねでそこに日本人の 若い20代ぐらいの女の子が2人ぐらい歩いてました一緒に友達同士でしょうねとても2人とも清楚な格好で黒髪に笑顔が可愛らしいまあちょっと言ってみればアイドルさんみたいなお二人でしたねあこんな娘がうちにいたらいいだろうなみたいにね誰もが思うような可愛らしいお二人の女の子でした教養豊かそうでした その二人が平和公園を歩いてその祈りを捧げるアメリカ人男性の背中を通り過ぎようとした時にその二人の声が聞こえてきたんですよそこだけ鮮明だったんでねキョロキョロ見ながらね二人で顔見合わせてなんか平和公園って何もないよねって通り過ぎていったんですよさあここで私が何を感じたかです日本人言ってみれば 原爆を落とされた国。それを記念して忘れないようにと、広島で建てられた平和公園。とっても清掃が行き届いて、管理されている平和公園。そこには、悲しい日本人の広島市民の記録があるんですよ。そこを歩く、おそらく観光客じゃないでしょう。広島市民。二人の女の子が、何もないというね。しかし、微動だにせず、 祈りを捧げる、言ってみれば原爆を落とした側のアメリカ人深々と頭を下げて祈りを捧げているこの2組アメリカ人の男性と2人の女の子年の頃そんな変わりません当然戦争を知らない世代です何もないんでしょうか何も見えないんでしょうか何も思わなかったんでしょうか 意味はないんでしょうか二人は通り過ぎて何もないという感想を持ちましたでも遠く遥かな海を越えて来た一人の観光客らしいその青年は祈りを捧げておそらくそのためだけに来たんではないかなと思わせるようなねただつまいでしたねまあこういうことなんじゃないですか平和公園 70年前、80年前に原爆が落ちた。そんなところを、なんか観光資源にして意味あるんですかね。そんなところで手を合わせて意味あるんですか通り過ぎる幸せそうな二人の女の子たち。きっと大した悩みはないのかもしれません。好きな彼氏に振られたぐらいのことかもしれません。なんか意味はないんでしょうか意味あるんでしょうか まあつまりは、自分のことは人にはわからないし、他者が痛くても自分は痛くない。まるでこれね、利根川先生の言葉じゃないですか。平均台から落ちてうずくまっている、そういったね、人生の落語者を足の下に眺めてですね、杖でほれほれってついて、うぅ痛い痛いって言うわけですよ。痛いって言ったらお金をバーンと配ると。かえじくん、わかるかね 彼らは痛くてもわしは痛くないグッフーフフ,フねっかいじ君も痛くないただううなんてひどいことをするんだって思うだけといういってらっしゃい